バカな娘、呪いを解いてやったんだから少しは役に立ちなさいよ。さあビル、ベン、この前の借りを返すんだろう。最後のチャンスをやるよ。待ちなさい。お前たちの相手は我々だ。今度はこの前のようにはいかぬぞ。美獣様に授かった闇の力見せてくれよ。行くぞベン。ミンフォ野人合体。美獣を捕らえるためにもあなたたちとここで決着をつけます。力を貸して
それにしても美獣はここで何をしていたのかしら。もしかして美獣もマナスプーンを狙っている。美獣の目的が何だろうと、私は父の敵を討つ。美獣の目的が何だろうと、私は父の敵を討つだけです。そこです。当たって。
ックス。これで、力がみなぎってくる。絶好調ね。強くなっている。参ります。いや、まだまだよ。みんな行くわよ。参ります。かけよ。全滅させたようだな。それ以上近づくと、この小娘を炎の中に投げ捨てるよ。他にも仲間が嫌がったのか。乗れ、覚えておいで。その人がジェシカさん。気を失っているだけのようだが、かなり弱って、彼女は美獣に呪いをかけられていたんだ。なぜか呪いは解かれているようだが、このままでは危険な状態だ。長い間にわたって呪いがかけられていたため、心と体が弱ってしまっているようだ。ジェシカ、しっかり。俺はジェシカをディーンの村に連れて行く。君たちはマナストーンのところへ急げ。美獣の狙いはマナストーンのエネルギーを放出することだ。気をつけて。
マナストーンのエネルギーを放出したよ。マナストーンの封印を解く金樹の媒体にするために、あの小娘の呪いを解いてここまで連れてきたが、思わぬ邪魔が入った。全く役に立たない小娘だよ。だが代わりにお前たちが倒したビルとベンの魂を使ってやったのさ。要は誰でもよかったんだけどね。聖域への扉は我が主黒の貴公子様が開くのさ。マナストーンのエネルギーが解放されている。アルテナもそうだったけど、美獣も聖域への扉を開こうとしている。みんなマナの剣を狙っているんだわ。もしマナの剣が悪しき心の持ち主に使われてしまったら、マナの木は枯れ、世界からマナは完全に失われてしまう。封印されていた神獣が蘇り、世界は大変。急ぎましょう。早く精霊たちを見つけて、彼らより先に聖域への扉を開き、マナの剣を手に入れなければ。話は聞いたぜ。この女、マナストーンをこんなに仕上がって許せねえ。俺も力を貸せ。おー、燃えてきたぜ。まんまんね。これからもよろしくね。うん、任すぎ。オラオラオラ。うーつりゃと水の精霊を仲間にしました。次はどこへ行きましょうか。それじゃあ次はオルセナの南東にある月夜の森に行こうぜ。月夜の森に住む獣人は手強いらしいから、戦うのが楽しみだぜ。誰がクラスチェンジするの。さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。クラスチェンジするにはまだ経験不足みたいね。